イケルではないか。お前さんが小さくなったんじゃよ。落ち着かんか、みっともない。この家のご主人は知っておるな。うん、あの御仁がまた何かやらかしたらしい。まあ日頃から何やら危なっかしい実験ばかりなさっておられるが、今回はちっとシャレになっとらん。見ての通り家の中はわやくちゃじゃ。おまけに妙な化け物がうようよ湧いて出てきよった。もっともわしらもその化け物のうちかもしれんがの。なんじゃ想像し。まあ基本設定ってやつじゃな。あんなのは序の口じゃな。針のように研ぎ澄まされたこのわしの感覚器官によると、この屋敷のどこかに特別たちの悪いのが何体かおるようじゃな。さらに悪いことに、肝心要のご主人の意識が感じられん。わからん。だが放ってはおけん。うん、急がんとな。この屋敷をあのような下品な化け物のワンダーランドにはしたくはあるまい。そこの階段から2階へ行け。博士の3人の娘さんを起こすのじゃ。わしらはあまりにも非力じゃ。彼女たちに協力してもらうほかに手はない。これを持って行け。ダイナミックダイナマイトじゃ。いざという時に使うがよい。さあ急ぐのじゃ。わしは動けんのじゃ。いざという時に使えと言っておるじゃろ。そこまでは面倒見れんわい。死んだ気で行くんじゃな。うん、見事死んでこい。おいよ、何をするんじゃ。あきゃはーく、ぐいっと動き、ぐいっと。こら、助けんかい。こら、マイケル、貴様というやつは。
Oh, yeah.